三木範平は、日本の俳優、演出家、コメディアン。日本喜劇人協会第5代会長。本名、田沼範子。長男は、コメディアンの小林範一。東京市日本橋区浜町生まれ。1942年、旧正日本大学第一中学校を卒業。日本大学法文学部芸術学科に入学し、同期生には、映画家に、小沢茂弘。 沼田陽一がいた。大学には当初画家を目指して入学したが、その後舞台美術に興味を持ったことで演劇学科に転籍し、1947年に同学科を卒業。その後、伊門公演の俳優に欠員が出てその穴埋めとして出演を頼まれたのを機に進撃の世界に入ることになった。青山杉作研究所、俳優座を経て、定劇で真夏の夜の夢に、 早くで出演していたが、手に持ったろうそくの火が、自らの衣装に燃え移り芝居を混乱させたために、青山明夫から、進撃の世界を追放され、ミキトリロウグループに入り、コメディアンを目指す。当初は、本名で舞台に上がっていたが、ミキトリロの提案により、芸名をミキノリコとする。しかし、プログラムの印刷業者がノリコの、この字を、平らと読み間違えたため、プログラムには、 三木時平と表記される。その後、小野大勇から、時平若堅いから、ノリの字は、ひらがながいいよと助言されたことを受け、正式に三木ノリ平を芸名とした。1950年、人気喜劇俳優だった、清水金一の推薦により彼の主演の喜劇、無敵系輪王で、映画デビュー。1954年には、森重久や、三木あゆ郎らと、 アブバチ座を結成し、注目を浴び、1957年からは、有島一郎とのコンビによる、東方ミュージカルズで活躍する。1956年、東方と専属契約し、乗兵の三等亭主で映画初主演。以後、森重と共演した、社長シリーズや、森重、友野淳三郎、フランキー酒井と共演した、駅前シリーズなどで人気を博した。 駅前シリーズでは準レギュラーとして様々な役柄に挑戦した。社長シリーズでは接待が生きがいという営業部長役がハマり役となり、劇中の宴会芸で笑いを取りつつコード、経済成長期のサラリーマンの起動愛楽を的確に表現してみる者の,の共感を呼び、パーっと行きましょうのセリフは流行語にもなった。スターは三国、役者は のりへいと言わしめるほどの演技力は、大衆的に認知されて評されるほどであった。その演技力で、森重、有島と並ぶ、喜劇役者としての地位を確立し、一部マスメディアでは、人の、おかしさを演じさせたら右に出る者はいない、不正室の喜劇役者とも評される。1950年前後に NHK ラジオの、日曜娯楽版に出演するかたわら、日本劇場の舞台に立つ。 これらでコントや歌が評価されたことがきっかけとなり、その後1960年代前半に放送された同局のテレビバラエティ番組、夢で会いましょうのキャストの一人として抜擢された。1965年には舞台、俺はお殿様で初座長を務めた。演出家としての顔も持ち、大衆演劇を多く手掛けたが、これは50代半ばを迎えて、 喜劇役者として若い頃のような激しい動きがしにくくなったことがきっかけ。特に森光子主演の舞台、放浪記を1981年から担当したことがよく知られている。放浪記の脚本、演出を手掛けた菊田和夫が亡くなった後森の希望で三木に声がかかり、半年以上悩んだ末に演出を引き受けた。放浪記、喜劇、 雪の城変化の演出に対して、菊田和夫演劇賞や、読売演劇大賞を受賞するなど高い評価を受けた。森は、自身より年少かつキャリア的にも後輩であるノリ平に、対し、ノリ平先生には感謝していると晩年まで賛辞を、送っていた。1986年、四十法省受賞。1996年、訓四等旭日賞受賞受賞。 キャラクターのモデル及び声優を務め続けた桃屋のアニメーション CM は1958年のジョロッペンから1998年のカライトルパン編まで40年間放送されお茶の間に親しまれた。1999年の大根の運命編より実施で長男の小林則一が声を担当している。またアニメ焼きたてじゃパンには 主人公たちの対戦相手として、桃屋のアニメーションの、三木の利平がそのまま、三木の利平本人として登場し、ご飯ですよ。を使用したパンを制作した。アニメ版の声は、青野武が担当した。芸能界での華々しい活躍の裏で、私生活では家庭をあまり顧みなかったことから1993年に、妻を亡くした後、子供たちが次々に家を出た。 四つ屋の自宅で一人暮らしとなった後、近辺の行きつけの飲み屋をはしごして、激しい飲み方をするようになる。酒びたりの生活を続けたせいで1999年1月に末期の干渉用と診断され、医師からもって3ヶ月を宣告される。そのわずか数日後帰得状態に陥るが、本人の意向でその後の点滴や投薬の多くを拒否した。これにより診断から、 一月も経たない同年1月25日、監修用のため死去。満七十四歳没。1月31日に、東京都文京区の五国寺継承殿で葬儀が営まれ、葬儀委員長は親友である森重、母主は実施で長男ののり一が務めた。出棺の際は、遺族の希望により、発揮姿の木ありの先導で行われた。棺には、ロイド眼鏡。 パズルの本、演出を手掛けた、放浪記などの台本、競馬新聞、タバコなどが収められた。亡くなる1年前まで舞台に立ち続け、舞台での遺作は1998年9月に出演した進撃の山猫理発展だった。慶応大学の医学博士の父と浜町で待合茶屋を営む母の元に生まれ、かけの子として育てられる。 下流会の母の下で育ったことから、物心ついた時から、ドドイツや小歌を家で見聞きしていた。その後近所の明治座や浅草の寄せに出入りするようになると、見聞きして覚えた芸を帰宅小屋の前で真似して、見せるのが子供時代の日課だった。この生活がその後のミキの喜劇人としての素養となり、その知識に裏付けされた変幻自在な演技は、 社長シリーズなどで遺憾なく発揮された。江戸っ子気質に育ったため、普段は極度の照れやながら喧嘩っ早い性格でもあった。結婚後一男二女の子宝に恵まれたが、子育てには一切関与しなかった。ただし、家に雑誌の取材が来た時だけ世間体を気にし、エプロンをして子供たちに料理を作り、家庭的な父親を演じたという。喜劇役者として、 笑いや芝居の動きにこだわる人物だった反面、台本を読むことは、あまりせず、小道具にセリフを書いてカンニングすることも、ザラだった。軽妙者脱な芸で見る人を笑わせたが作品に、関してはドライな考え方を持ち、生前、映画なんて一つも面白いと思ったことがないと、語ったり、社長シリーズでの自身の宴会芸のシーンについて、あんなの見にくだらないと終始否定的だったとされる。 戦術の通り子供の頃の影響もあり歌舞伎、脳、狂言、落語などの芸事に通じていた。小学生の頃から絵が得意で、他にもゴルフ、スキーなど一人で黙々と打ち込めるものが好きだった。また、仕事の空き時間には、ラジオの競馬中継をよく聞いていた。西鉄ライオンズ、現、埼玉西部ライオンズの大ファンで、監督を務めた。 中西太志と会食したこともある。ありがとうございます。